ファサード上部裏側から見たファサード地図聖パウロ。天使堂跡は、イエスの使徒である聖パウロに捧げられた、マカオにあるポルトガルの17世紀の大聖堂の遺跡であり、マカオの最も有名な歴史的建築物の一つである、大蜜ど萌えパイボまたは単にミツドモエ、大蜜ど萌え廃墓として、広く知られている。2005年、聖パウロ天使堂跡は、公式に、ユネスコの世界遺産、 マカオ歴史地区の一部として登録された。1582年から1602年にイエズス会イによって建築された。この天主堂は当時のアジアでは最大のカトリック教会であった。また当時のカトリックは宗教改革によって欧州の外に目を向けていたため、イエズス会によってアジアにその先弁をつけた。この天主堂にヨーロッパの王族は互いに競って寄進を行った。 しかし、玉エデルタの主要項の地位が香港にとって変わられ、マカオの重要性が低下すると、この天守堂の運命も、マカオやポルトガルと同じく傾き、1835年の台風時の火事によって消失した、モンテの砦が、この遺跡を見下ろしている。この遺跡は、今、南側の石造りのファサードと、この天守堂を創設し維持した、イエズス海士の地下のお骨堂からなっている。 ファサードは小さな丘の上にあり、そこへ66段の石段が続いている。ファサードの彫刻は7つ頭のヒドラを踏みつける、女性が漢字で竜の頭を踏みつける聖母と描写されているように、東洋的な主題についてのイエズス会のイメージを含んでいる。他の彫刻としては、イエズス会の設立者たち、イエスによる死神退治、そして最上段には羽を広げた鳩などがある。 危うく傾いている構造物が破壊されるという声にこうして、マカオ文化局の下で歴史的経過を研究するために、1990年から1995年にかけて遺跡が発掘された。地下の骨道と基礎が掘り出され、建物の建築計画が明らかになった。日本人キリスト教徒の殉教者やイエズス会の神学校コレジオのマカオでの設立者、 アレッサンドロ・バリニアの神父を含む修道像の遺骨とともに数多くの宗教遺物も一緒に発見された。これらの遺跡はマカオ政府によって復元され博物館となり、そしてファサードは今ファサードの美しい元のままの状態を残すような方法でコンクリートと鋼鉄で支えられている。鋼鉄製の階段で旅行者は背面からファサードの上段まで登ることができる。 幸運のために階段から遺跡の上段の窓に効果を投げることが習慣となっている。ありがとうございます。